でかかったな、はあ、心臓に悪い。これやな、このやり方でしょ。わかんないけどでっかかったよな。あれがかかれば仕事終わりなのに。これだろ、レイダウン。なあ、バスが多いエリアだけに近くのブッシュへフォローとしてカバースライドを投入。しかし反応なし。やっぱ中途半端なことで釣れないね。惜しいとかそういう次元じゃないな。でも魚がすごい浮き始めたね。何時？10時半とか？まあ10時50分です。ああね、まさにあの宮古内のとこもいっぱいいるんちゃうかな。すげえいい感じじゃないですか。でも釣れてねえけど、もう一発行こうか。あの食わせれるかどうかわかんないけど、流し。まあでもあれが一番可能性高いと思うよ。あのどこにいるかわかんないけど、食い気のあるやつをで隠れてるやつの前にシャッドテールがピューって入ってって、で追わして食うみたいな。まああとはワームのドリフトとか、もういろんなことが考えれるけど、考えれる中ではさっきのあのやり方は割と素敵だと思う。あとは羽物やったりとかさ、まあいろいろ考えれるからね。そのシャッドテールでは反応しないけど、これでは反応するとかっていうのもあるから。徐々にバスの動きを見極めていく加藤。あと少しだ。そして、あ、やってしまった。切れた？外れた。嘘やん、外れてるわ。いやもう決まった思うたのに。いやブラインドでいい感じで入って、黒い影がふっていったから食うかな思ったらコーン来たから、あ、一体どうしたというのか。おい、針折れてるわ。針先が折れてしまったという。なんだよね、細針使ってるとこれ。かといって太針は俺嫌いだしな。新品の針使っててもなんだよな、でかいの来ると。祭りのはずやのに、何この祭れない感じ。ここまではやや消化不良な展開。とにかく一匹や。一匹かけんことには始まらん。いや、かけたやん、かけてんねんな。取り込まんことには始まらん。思った以上にバスがナイーブなため、加藤はここでタックルチェンジ。これは5じゃないかな。だからこれを変えてもらう方がいいか。3です。より繊細なアプローチで攻められるようラインを細くしたのだ。で、あれが3が来て、あれでアイシャット持って、アイシャットフリック、シャットテール、ぐるぐるする、どっかでかける、すっきりする、他の釣りをする、こんな感じ。それができれば理想の展開。加藤が少し本気を出してきた。全て出揃いましたから。流れがある場所ほどラインの違いが出るというもの。3ポンドに落としたことでバスとの距離は1段階近づいたはずだ。こんな感じ。あ、いった。あれ、嘘。あ、通り過ぎた。嘘やろ。今、なんだっけ、バスがいて、
ウグイが左から来て、ウグイが入ってウグイが出てったら、バスも一緒に出てって、わバカ野郎無視して出てっちゃうよと思ったら、なんか急にスイッチが入って追っかけ回したけど、クワなんだ感じですね今のね。さらに、君はどこへ行く。お、へえ、そこまで行ってやめるお前。映像的には面白いけど、俺は全然面白くないよ。今の何、それないやろってとこまで行ってやめよったね。次々に現れるビッグバス、あと一歩、その一歩がなかなか縮まらない。行った、あーやめた、くっそ、よし着いた、上がった、あーまたやめた、くーしびれるな。おーいけ、食った、まだ大丈夫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 、あーやめたか、うわ痛いな今の、いや映ってるよね、あー入んなかったな口の中に。これが風とかラインなんだよね。だからさ、本来引っ張られちゃいけないとこで風に引っ張られてんだよ糸が。くそー。一匹は完全に加えたと思ったけど乗らなくて、まあ口の中入ってなくて、一匹は左から行くやつがいて、でそいつがシンクロしてビューって行ったから行くわと思ったら、右から違うやつが来て、そいつがギュッて上がったから、左から行ったやつがプンって してしまって、で本来左からのやつを釣るつもりでいたから、俺なんかよく分かんなくて、あの巻くの止めちゃったから魚下がっちゃった。今日はやりますよこれ、ちょっとごめんね、30分はこれでとことん付き合って、もう許して、これを一匹も釣らずに帰るわけにはいかん。いや、これ どっかのタイミングで絶対かかるとこまではいけるよ。大丈夫、任せて。再びバスを発見。動きを予測しながら、バスの進行方向へアイシャッドを静かにキャスト。行ったやろ、着いたやろ、着いたやろ。よっしゃ、ついに食わせた。鳴り響くドラグオン、かなりでかそうだ。お、でかっ。エレキを踏みながら少しずつバスとの距離を詰める加藤。貴重な魚、逃すわけにはいかない。おお、でかい、でかい、でかい。もうここまでで許して。ここまでで許して。ここまでで許して、お願いやから。ここまでで許して。お願いだからもうここまでで許して。見えた、これはでかい。でっかいんだけどさ、もういいよ、これ以上引かないで。
やだ、切られたくない。うわー、急よしに響く加藤の雄たけび。よし、餌を食い丸々と太ったいいバスだ。ブッシュ、でかくない？これ。しびれたー。うわ、もう心臓バクバク。万歳、悪いな、小野くん。やっぱな、見えてる魚や。カバーの魚ちゃうわ、俺の釣りは。かかってますわ。スポット吸い込みました。気になるサイズは驚愕の51センチ。口締め51やな。加藤のテクニックで仕留めた渾身の一本。これだからサイトはやめられない。もう一押し悪いな、小野君。久々に言ったら悪いな、小野君。やりました。気持ちいい。気持ちいい。フラットに上がってくるやつだったんだけど、フラットが2箇所あって、この目の前のフラットとそっちのブッシュからこっちへ行く、ブッシュというかあのオーバーハンからこっちへ来るところ2箇所あって、釣ったんはオーバーハンからこっちへ来るフラットの上を僕の方へ向かって泳いでくる魚。やり取りはもうかけたのは多分この辺、この上で、でこの竹の棒が見えてて、でそっち行ったら浅くってなおかつビードがあって、で左は左の沖行かれたらもう確実に流れに乗っかって下られるから、まあ僕はやり取りできる範囲ここしかないです。ここでこっからこう出てかないように、こっちにも行かないあっちにも行かないっていうコントロールをしないといけなくて、でやめてやめてになってたん、さっき。いやもうやめてでしょ、あのサイズだからね。このウィードに突っ込まれただけでも取れないもんね。いったやろ、ついたやろ、ついたやろ、よっしゃ。岸際のブッシュ、そして沖には強烈な流れ、やり取りできる範囲が狭い中で取ったビッグバス。やだ、うわー、見事なやり取りだ。ブッシュ。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。